さて今回はノートで販売中のビットコイン自動積立プログラムのご利用の流れをサクッと解説します。全体で大きく5ステップあり、数分の作業で設定できます。まずは事前にこちらの素材を用意してください。ご購入いただいたノートのソースコードをコピーし、 Google Apps Script の新しいプロジェクトを作成。デフォルトで入っている文字を消して、コピーしたソースコードをペーストします。API キー、シークレットに、ご自身が利用する口座の API キーとシークレットキーを記入します。LINE 通知機能もご利用する場合は、LINE Notify で取得したトークンを記入してください。通知機能は、LINE トークンが未記入の際のエラーを防ぐため、デフォルトではオフにしてあります。利用する場合は、コメントアウト記述を削除してご利用ください。積立対象の通貨は、対応ペアに記載の銘柄コードをコピペして指定してください。アマウントには、購入1回あたりの金額を記入します。ディスカウントでは、購入時の差し値の調整を指定でき、例えば 0.9 なら、プログラム実行時の価格から 10% 低い金額で注文できます。以上で設定は全て完了です。ここで一旦プロジェクトを保存しておきましょう。メインのプログラムはいくつかの機能の組み合わせで動いているので、パーツごとに順番にテストをします。まずは現在価格を取得するゲットバイプライスを実行してみましょう。すると承認が必要ですとのメッセージが表示されます。権限を確認をして利用するアカウントを選択、詳細を開き、先ほど保存したプロジェクト安全でないページに移動します。Google アクションスクリプトを利用して外部サービスを接続する場合、この承認作業が必要になります。無事プログラムが承認されると、購入したい通貨の現在価格が取得できます。続けて口座の残高を取得するデッドバランスを実行します。一度承認してあれば、そのまま結果が表示されます。次に新規注文を送信するオーダーを実行します。実行後、取引所サイトに移動し、実際に注文されているか確認します。無事注文が確認できたら、一旦注文はキャンセルしておきましょう。これで基本パーツの動作確認は全て完了です。最後に全部を合体させたメインプログラムを実行します。メインプログラムで特に確認したいのは、残高が不足した際の LINE 通知です。一度積立金額を口座残高よりも高く設定し、実行してみましょう。 LINE に残高不足の通知が届けば成功です。最後にトリガーと呼ばれるタイマー機能の設定をします。トリガーを追加、実行する関数はメインで、イベントソースは時間手動型、あとはご希望の積立周期に応じて日時を設定し保存してください。以上でビットコイン自動積立設定の完了です。